皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はとっても個人的には嬉しいお知らせができます。なんとですね、この度12月6日付でじゃじゃーん山形特命観光つや姫大使に就任いたしました。このように委嘱状がですね、現山形県知事の吉村美恵子さんのお名前でいただきました。ありがとうございますですね、まあ、つや姫っていうのはですね、山形県のお米になりまして、まあ、こういうデザインの米袋なんですが、見たことある方いらっしゃいますでしょうか。はい、つや姫です。はい、山形県とってもお米が美味しくて、まあ、一番は生え抜きっていうお米があるんですけど、その他に新しく作ったつや姫であったり、今は雪若丸っていうお米を結構前面にね押し出してるんですけど、つや姫が、まあ、生え抜きももちろん好きですけど、つや姫を初めて食べた時からつや姫めっちゃうまって思ったんです。まあ、すごい甘みがあって、まあ、固めっていうよりは結構ちょっと柔らかめの方には近いんですけど、でもすごく甘みがあって、で一番感動したのは冷や飯、例えばそのままジャーの中に入れておいてもとか、冷蔵庫の中に入れておいても、また改めてチンをするとき、温めるときに冷や飯で食べても美味しいし、そのチンしてまた再度温めても美味しいっていうのが生え抜きとかにはなかったなっていうのが個人的な感想なんですけど、あって、本当にそこからつや姫が好きになりました。で、福岡に来て一人暮らしをするようになっても、ネットでつや姫を注文して、私は今でも福岡でつや姫を食べています。でそんな中で、私なんでこんなにつや姫好きなのに、あのつや姫の仕事に関われてないんだろうなみたいなことをちょっとふと疑問に思ったことがあったんですよね。でそこから秋頃、まあ、夏頃からいろんな方々、県内の方々に出会う時に、私つや姫の観光大使したいんですよねみたいなことを、なんかつてないですかねとか、なんかそういうことをいろいろお話ししてて、ある農家さんと出会って、その農家さんがじゃあ推薦しておくよって言ってくれたんです。そしたらなんとつや姫大使になることができました。こちらがですね、お名刺になりますね。はい、つや姫の観光大使のお名刺と、あとちょっとかわいいこれ袋のデザインのバッジです。こちら、まあ、なかなかどこにつけていいかわからないけど、任期が3年になります。その3年の間に、まあ、一番メインはこう SNS での発信になるんですが、まあ、私の思いとしてはいろんなこうイベント、山形の物産展、県外でやる物産展とかに行って、こうつや姫とか、まあ、山形県のその食べ物とかをアピールできたらなと思うのと、今その山形県が一番最新のお米で推してるその雪若丸っていうのがあるんですけど、その雪若丸の PR をしてるのが田中圭さんなんですよね。なので来年はどうなるかわからないんですが、その年度年度でこういろいろ確か CM とかポスターとか作ってたかな、まあ、そういう時に私がしおーっとこう遠目でね、田中圭さんの後ろの方でつや姫を食べてるとか、なんかそういう、CM とかにも出れたらいいなっていう本当に個人的な思いですが、本当にそれくらい今回ずっとこうつや姫大使になりたいって言ってたことが叶って、とても嬉しいですぜひ皆さん、ちょっと可愛いお値段ではないんですけども、ぜひつや姫一度食べてみてほしいです。まあもちろん生え抜きも美味しい、雪若丸も美味しいんですけど、まあ、ぜひよかったら一度つや姫ネットとかね、普通に楽天とかでも買えたりしますし、その山形県に関するサイト、業者さんのサイトとかでも買えたりするので、ぜひつや姫を一度食べてみてほしい。本当に美味しいから一度食べてみてほしいんですっていう、今回私のね大使のお仕事でございますので、もしこの動画を見て
注文して食べたよって方は感想をねいただけたら嬉しいです。はい、こうやって口に出してなりたい、やってみたいっていうことをこう常日頃から言ってると叶う率っていうのがすごく高くなってるなって個人的には思うので、ぜひ皆さんも何かやりたいんだ、やってみたいんだってことがあれば、いろんな人にお話ししてみて、口に出してみて、実現するようにいい行動をしていってみてください。はい。今後もちょいちょい、大使なのでね、アピールしていくと思いますが、ぜひ皆さんよろしくお願いします。つや姫と、まごちゃんと山形県を今後ともよろしくお願いします。ということで、はい。つや姫大使の就任の話でした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。